で、こっちは開くようになってるのかな？なってるー。一体どこへ続くんだ。おう。ん？あ！小舟のところ。縦だっけ？オッケー！ 2 枚目ゲッチュー。よし、同じ写真を撮影した。ありがとう。おう。黄泉の源となる黒木、え、黒木沢は水上にあり、黒木沢より溢れし黄泉を沈め、なお漏れ出す黄泉を清めるため、氷上山の地に箱による結界を施す。黒木沢の巫女は彼岸船にて湯の宮より水上の宮へと渡り、黄泉との境を守る大柱大柱となる。山の土に黄泉がこもらぬよう、中の社に、何？なん、かご、とりあえずかごを埋め、中とする。境より漏れ出た黄泉が、何、なんだろう。広まらぬよう。水の集いし場所に箱を沈め、お墨を守る。氷上山の水は魂の源となる。お墨を守らねばならぬ。黄泉を溢れさせてはならぬ。あっちにもアイテムあるんだよな。これで、2枚は確保したから、あとは、あそこですね。みゆちゃんが。はい、うでさーん。本日、何度目？ 2 度目かな？本日2度目の登場ですね。いやー、ちょっと、疲れてんのかな？戦闘が多すぎて疲れてんのかな？うでさんを避けられないっていうね。あと、みゆちゃんの、初めに行った渡り廊下中のとこに、多分、アイテム、おっしゃ、お、読むものか。読み人の書。黒い水に触れてはならん。黒い水は体に染み入り、肌がただれ、腐り、落ちてゆく。その痛みに耐えられるのは、死に行く者のみ。我ら、黄泉人はいずれ死に行く。この身が腐れ落ちるまで。背負う箱を黄泉へと運び沈めるのみ。黄泉を溢れさせてはならぬ。ああ。あ、ここか。全然違った。あ、箱！お前！覗き返す男。まあその奥なんだけど、お前じゃねえよ。マガ土？え？マガツヒの鏡。マガツヒの鏡。お、強化レンズ遅。祭壇に収めればいいのだろう。椿の模様。いやー、ついに来たね。鍵がかけられてるエリア。二つあったから。ここは一体どこへ続いてるんだ？あ、ここに繋がってんのか。え、で、さっきの祭壇があったのはどこだ？
祭壇があった場所が分かんなくなっちゃったよ。来た道を戻った方が早かったかもしれない。まあいいや。ここら辺は多分早送りされてると思うので、よし、あともうちょい、ここやね。この先に、いやーにしてもほんとこの服の濡れた感じが、いやすごいなー、この上の透けてる透明な部分とかの表現が。まあこれは多分プレイステーションとかの方が多分もっと綺麗だとは私は思うんですけどね。オッケー、開いたよ。黒い箱を開ける。え、それが開いたら下の箱も開くの？ちょっと謎だけどね、そのシステムはちょっと謎ですけどね。まあ行ってみますか。行きましょうか。この下ですよね。聞いてるし、自分が覚えてないんじゃそれはもう誰もわからないよ。ここだったはず。そうだ、この先だ。またミコとか来んなよ、来んなよ、来るなよ、来るなよ、来るなよ。よし。よし。なんか光がめっちゃ差してるぞ。これで開くのか。うわ、やだ、おお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 、もう山、もう終わり。山の水は汚れ。ドア暴れ。あ、何？なんだっけ。敵だよね、どう考えても。え、これは、ミュウちゃんを捕らえた、髪の毛が長い人か？綺麗じゃん。普通に。なんか出てる。なんか出てる。どうするの？消せばいいの？よっしゃ。いや、ちょっと待って。アトランティスのこの人やばいだろ。なんか顔めっちゃいっぱい出てるもん。やいー、取れてないっていうね。取れてないのかい。2回連続でミスる。顔綺麗じゃん。顔立ち綺麗だよ。おお、こんなに待ってたらスカートの中見えちゃうよ、お姉さん。あ、これ今の顔あれだ、前にユーリちゃんが風呂に入ってる映像の時に、箱に閉じ込められた時に出てきた。オッケー、来たっしょ。おっしゃー、まあなんかボスっぽい音がしないっていう。いや、これでダメージしても顔が出てないと攻撃できないんですよね。待ってればいいのか。吸収されてんですよね。どんだけ高笑いしてんだ。うそー、突っ込んでくんの。使おう、これ。ちょっと待ってよ、戦い方がわからない。とりあえずこの2つ消さないとダメ。あ、それっぽいですね。
え？強くないか？ちょっと待ってよ。よし、行け。倒せ。倒せてないよな。上がってったよ。降りてるよ。下にいるよ。え、待って、避けて。オッケー。行け。よし。結構手こずるな。おい、出てるぞ。おい、どうだい？触りたかった。触れなかった。触れなかった。ムービーあったのかな？いいや。開けよ。開くのかい？あ、あ、これは最初の時の。あれ、懐中電灯持ってたっけ？懐中電灯は持ってなかった気がするんだけどな。おーおーおおお、ごっつい手だな。男の人だな、これは。うわー、やばい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 。逃げて逃げて逃げて。ああ、大丈夫？行きますよ。取れる？取ってみる？お母さん、助けに来たのに。私は、あ、ごめん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 、眩しかったよね。ごめんなさい。早く助けないと、お母さんが消えてしまう。消えるってどういうことだ？いや、ひなさきさんを見つけるのも確かに仕事の一部ではあったと思うんですけど、はるかさんとかは？うわ、また来た。おお、何この力。やべえやべえ。落ちましょう。どちらに、どちらに？地獄とかそこら辺？何これ、戦闘無理じゃね？こんな、なんかラスボス感半端ねえんだけど。え、逃げるやつだこれ。即死だ。絶対即死のやつでしょこれ。強石使ったもん今。まずいまずいまずい。うわー、やっぱそうだよね。あ、マジで逃げても大丈夫？開かない。まったく、またこの胸元が開いたお姉さんと戦うことになるとは。一人は倒せた。回避。よし。
処刑だ。一つ足りねえな。はい、一つ足りねえけど、やべ、危ねえ。あい、あ、え、取れてない取れてない取れてない、なんてこった。これは来るやつじゃなかったっけ、来ないやつだっけ。いや胸の作り込みがすげえな。今作力入れるところ間違ってないか。なんかもうこれ男の人をこのあれですよね、客層にしてますよね。これ絶対そうだよ。これ大江さん狙ったでしょ。誰かが実況して「うわこのゲームすげえ」みたいな男性がこう買いに来るみたいな。やべえ、また即死の人来た。嘘嘘嘘嘘、待て待て待て、え、これやばくね。逃げろ。社から抜け出せ。はあ、よかった。はあ、もう死ぬかと思った。強石2個ももう使っちったよ。2個持ってなかったらゲームオーバーだったよ。あぶね、いやあぶね、いや今回のランクが気になる。これ絶対もう C あたりだよ。山を降ります。この山は危険です。駅の電源が消えている。あ、駅の電気が消えている。雷で電源が落ちてしまったのかもしれない。どこかに電源のスイッチはないだろうか。なんかこことか入れそうじゃない。アイテムいっぱいあるしさ。なんかやべえ音してる。マジ？懐かしの人来た。首吊りの女やんけ。こんな狭いとこでやめてくれよ。うわ、お前もさ、絡みづらいんだよ、お前。第一ブラビと絡みづらいんだよ、お前。ガラス刺さったやつじゃん、お前。なんでここいんの？普通の人なんだけどな、この人は。よーい、はい、オッケー、倒した。あとはこいつだけー。はい、倒した。あ、触れないっていう。意外と楽だったね。一発ダメージ食らったけど。さあ腕は来るか。よし、来ない。
はい、次。お、清めの日。OK! あとはここの多分電源があるはず。よし、これかな。はい、ポチッと。はい、よーし。よし、ケーブルカーで下山しよう。でも多分下山しようって言ってそう簡単にいかないのがこのゲームだと私は思ってるんですけども、いけるでしょうか。どっち？前かな？こっちかな？よし、そう簡単にいっちゃう？いけちゃう？いけちゃう。いけたね。いけたね。絶対いけないと思ったんだけど。おお。車内、話聞ける感じ？お母さんを助けに行ったのに、私は何もできなかった。どうすればいいの？まあ、しょうがないと思うよ。取れなかったし、取ろうと思ったら取れなかったし。うわあ、絶対そうだよね。帰れないと思ったわ。やっぱ合ってたよ、予想は。帰れねえと思ったよ。もう恐怖でしかねえじゃん、こんなん。ハック？もう恐怖でしかねえよ。かっこいい。パンフレットによると近くにトンネルがあるようだ。そこを抜ければ廃旅館の屋上へ出られるはずだ。なるほど。あ、アイテムが。腕ー。腕さん、出現率高いな。もっと B の月はみの壁の時みたいにもっと稀に出てきてくれる方が。てか、どっちだろう。なんか音がする。やだ、やだ。もう戦闘はやだ。ちょっと待って。もう、こうさ、話してる矢先にさ、そう言って、そう言ってってなんだよ。もうほんと、もっとおしとやかになりなさいよ、腕さん。あ、ひかみトンネル。新出口。さあ、どういう。進む、開ける。うわー、やばい匂いしかしねえよ。はい、もう僕は嫌だって言ったのにさ。もう嫌だって言ったんだよ私は。誰？終わったの？錆びた電話ボックスから白い光が漏れている。まあ電気ついてるからな。あ、向こう側なんか赤いの出てる。赤いの出てるぞ。こっちは何もないのか。行き止まりってマップにはなってるけど、アイテムが落ちてるわけでもない。 OK。うわー、内股の走り方か。かわいいじゃねえか。もう味方が おっちゃんの味方なんだけど、私大丈夫か。まだ一応、高校生なんだが。
あっぶねえ。アイテム取るときに3連続腕さん来るときってある。しかもすっげえドクドクしてるし、なんか下から出てきたし。お前何整備してた？おお大丈夫かお前、車整備してたんか。立てない足までもどうした。どうしたお前、何があったお前。倒したんかい。おうおう、山道をドライブしていて白い人を見た。前に来る。事故る。で、足をぶっ壊してしまったと。ちょっと待って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 。嘘やろ。マジかお前。そんな死に方あり？いや途中まではもうなんかよくあるトンネル前の心霊スポットに行こうとする若者の事故みたいな感じではあったけどさ。うそあんたたちまたやる気？お疲れ。もう知らね。もう出現率多いから知らね。第一村人はもう放っておくわ。ねえ、今回戦闘多くない？何回目だよ。もうミコをさ、もう6体以上は倒してきたよ。で、今回もアトランティスのこの女の人っていうね。え、今回なんかみんな弱いんだけど。弱いけど、出現率が素晴らしく高い。あれ？ミュウちゃんがいないんだけど。腕来るかな。お、来ない。え、待って、あれ、ミュウちゃんがいないんだけど。え、このまま進んでいいの。ミュウちゃんがいないからゲームオーバーとかそういうのないよね。だっていないんだもん。だっていないんだもん。え、どこ行った？あ、いた。ただ遅かっただけか。進めばいいわけだ。え？またお前。もうめんどくさいわお前。いつからお前そんなめんどくせえ男になったんだろう。よし、ありがとう。奥行けないな。こっちってなってるな、マップだと。
一路走、帰ってきたよ一路走に。一路走は比較的安全。よかったー、帰ってこれたー。ん？どこ、ここ、これに入ればいいの？また一路走の途中で来るんだろうな、どうせ。どこだ、ここ。あ、一路走の屋上か。お、フィルム、フィルム。もう、お前、出現率ほんと高えな、今日。ほんと高えな。大丈夫か？本当にさ、もう戦闘の多さといい、腕さんの出現率といい、素晴らしいね、今日は。神、神回ですね、今回は。あ、次お母さん助けることができるかもしれない。みゆちゃんの声優の人かっこいいね、声が。なんだっけ、レールウォーズっていうなんかアニメのなんか声優って書いてあったような、前に調べた時に。違ったかな、まあ、違ったらすいません。お、またレンさん来た。日野崎さんの家の方には連絡がつかなかった。また明日かけてみる。いや本当にレンさんイケメンだな。もう一度。先生、ちょっとこちらへ。ああ、そう、前回の前々回の動画中で、ルイは女の子だと思いますというコメントをいただきましたので、ルイちゃんということにさせていただきます。おい、お、これミュウちゃん、なぜ水着、水着にマフラーっておかしくね。私には何もない、空っぽだから、何にでもなれるだけ。水着にマフラーって何、これどういうセレクト。あなたたちのことは全部わかるし、くだらない。誰が喋ってんだこれは。嘘ばっかり。しかも嘘ついた方が傷ついているんでしょう。これミュウちゃんの声、こんな声だったっけ。おうおうおう、素直だな。もうゆりちゃん全部戦闘の時そう言ってくださいよ。私は治りました、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 私は治りました。いや、触ってるとこおかしくね？勝手に見ないで、最低。いやー、いえ、平崎美夢は山頂近くにある神社、夕宮の奥で遥と同じように黒い箱に入れられていた。眠るミュウの記憶を見ようとした有利だったが、逆に自分の記憶を見られてしまう。ミュウもまた影火の力を持っていた。おお。
おう。ということで、クリア時間55分8秒。ということで、ランク A ということで、クリアいたしました。はい。取得ポイント、74,545。所持消費アイテム生産、46,100ポイント。合計ミッションスコアが、126,45ということで、はい。今回はクリアしてみました。クリアしました。はい。お、ということで、ろくろ食、終わりになりました。はい、ということで、次回、7の食ですね。なんて読むんだ、これは。会う世界。まあ、わからないですけども。ちょっと、テロップで入れときましょうか。はい。ということでですね、今回、六の雫、完結いたしました。はい。ではですね、また、次回の動画でもお会いしましょう。じゃあな。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、PC からは画面上のアイコンをクリック。スマホ、携帯機器からのチャンネル登録は、下のアイコンからよろしくお願いいたします。では次回の動画でもお会いしましょう。